どうも僕です。今朝は少し寝坊してしまったので急いでリビングに向かいます。皆さんお揃いのようで。どもども、ちょうど弟が目覚めの一杯を飲んでいるところだったので近くで待機することに。よいしょっと、なんかしっくりこないな。どこいしょっと、これでよし。すると弟が僕に気づいたようで、なんとモフモフボディの上に足を乗せてきたではありませんか。少し重いですがフットレストとしての役目を全うします。ここで嫌な予感がした僕、念のため弟の足元から離れてパパの方に移動します。ふう、ここなら安心して見守ることができるにゃ。はあ、ポカポカ春日和でなんだか眠たくなってきたにゃ。よいしょって、強烈なかかと落とし、これが直撃してたかと思うとヒヤッとするにゃ。そんなこんなで無事にミルクを飲み終えたもよう。午後はお花見に行くそうで水筒片手にご機嫌な弟。すると高ぶった弟が僕に近づいてきて何やら企んでいる様子。わわわ、急なソフトタッチにおったまげ。取り急ぎ距離を置いてもう一度様子を見に来たところ、なんと柵に追い込まれてやむなく退避。ドドッとそうせかしなさんな。その後最近手に入れたお気に入りのおやつケースを片手にお花見へ出かけた弟ですが、僕と遊びすぎて疲れたのか終始寝ていたそうな。無事に帰ってきた弟が楽しそうに歩き回っています。気をつけるのにゃよ。すると弟が何かひらめいたようで倉庫に向かって行ったので、念のため僕も監視体制に入ります。まずはおもちゃを倉庫から引っ張り出し、パッケージをくまなくチェックしてるではありませんか。弟の危機管理能力には頭が下がります。僕も近くに移動して一緒に確認させてもらいます。すると何かめぼしいものを見つけたのでしょうか、弟が身を乗り出します。なんと手に入れたのはベビーヘルメットではありませんか。思わぬ収穫に喜びを隠せない様子。見守り任務も終え、パパとくつろいでいたところに、わっわっ、弟が落ちてきておったまげ。またまた驚かされる僕でした。ふわー、おまけ。今日のおまけはお昼寝するモコちゃんが気になる僕。ちょっとお兄ちゃん、ここは男子禁制なんですけど。そう、そんなの初めて聞いたにゃ。今できたルールなの。差し支えなければ空きスペースに入れていただきたいんですけど。暗い必殺猫頭突き、ごめんなさいにゃ。果たしてモコちゃんの隣で寝られる日は僕に訪れるのでしょうか。